ブラックが変なことになる。顔むくんでる。顔むくんでる。どうでもいいから、どうでもいいから。こんなにたくさんの米や、豊作や、今年は豊作や。よし。いくらでも食えるな。終了。仕事でも力がみなぎるね。終了。体が軽い軽い。飛べるよこれ。今ちょっと腹パンパンで動きそうにないんで1時間後ぐらいに、トレーニング行きます。切り食いをすると 4,5 時間はちょっと何も考えられなくなるんでかなり時間が無駄になってしまいます。ちょっと弱点部位の大胸筋鍛えていきます。ちょっと大胸筋弱いんで、来年ぐらいには D カップの女の人を見てもっていうぐらいになれるぐらいちょっと大胸筋でかくします。やべえ、めっちゃもう体張る。力もみなぎる。もう今なら絶対にアンパンマンになれる。アンパンチ。顔むくんでる。昨日今日と食べ続けて、なんか胃腸の調子悪いっす。これ以上続けると本当にアンパンマンになってくるんで、もう昨日でもう爆食いはやめとこうと思います。今から食べて1時ぐらいにトレーニングします。腹が常にきつい。東くんからアマゾン欲しいものリストで飯代をもらいました。立派な寿司職人になります。食べたいものがたくさんあるのにすぐに腹がはち切れそうなんだけど。終了。腹はち切れそう。腹がはち切れそう。終了。もうやっぱ食べてるともう幸せオーラが出てきますね。ちょっと仮眠して腹が落ち着いてからトレーニングします。1時間ほど寝てました。これからコーヒー飲んで、トレーニング行きます。顔が膨れてる。終了。筋トレ楽しい。ライスケーキ、これ美味しいんですよ。そしてお餅、お餅でもバルクアップします。はい、バナナとお餅です。今トレーニングが順調なんで、ボディビルで勝つにはどこをどうでかくしていかなきゃいけないのか、改善していかなきゃいけないのかっていうのを考えながら、教えてもらいながらやっていきます。毎日が幸せです。3食分のお弁当です。43分発各駅停車中野行きです。
終了。お客さんからもらいました。食べます。幸せな分だけ顔が膨らんでいきます。終了。減量終わった感すごいな。パーソナルが終わったんで、ちょっと寝て、トレーニングいきます。終了。力がみなぎる。毎日が楽しいです。常に胃もたれ状態です。腹筋はうっすらあります。パスタがうまい、うまい、うまい。終了。終了。添加物気にせずに味付けできるって幸せ。終了。終了。トレーニングってこんなに楽しいんですか？ This give me a power。 食感あるパスタがうまい。完食。パワー。備品などの在庫が必要になり、割とリスクが高そうなビジネスに思えます。終了。ジムのスタッフの子からフィナンシェもらいました。お客さんからうずらの卵の燻製もらいました。腹がはち切れそうです。終了。常に腹が張っています。くせえへがずっと出るんだけど。終了。連日のトレーニングで結構疲れてたみたいなんで、急遽有酸素運動だけに変えて、今回終わりにしました。生きてて幸せです。今朝の体重は84キロでした。9キロ太りました。今からトレーニング行きます。終了。美しい。ごま団子好きやねん。終了。いい店だったわ。また行く。常にお腹がはち切れそうなのと、臭いおならがずっと出ています。現場からは以上です。お腹いっぱいだと睡眠が浅くなるんで、今日からちょっと夜は控えめにして、寝ます。今日はちょっと腹八分目ぐらいにしときます。もう胃腸がすごいんで。今夜は昨日と同じくちょっと行ったことないお店に行ってみようかなと思います。ジム行きます。終了。終了。腹がパンパンです。グループで
お腹がいっぱいでも食べろ。というわけで大会後の1週間はこんな感じで過ごしてました。もしいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。おろす。